ああ、すみません。もう閉店で。って、なんだ佐伯か。どうした？とりあえず座れよ。なんか飲むか？座ったからには客なんだから、なんかメニューを言え。さっさと言わないと、鍋焼きうどん大盛りにするぞ。わかったよ。ミックスジュースな。後で文句言うなよ。さっさと飲まんと液体が固体になるぞ。うん。そういや、こいつストローなんて使ったの何年ぶりかな。守さん、私ってひどいやつかな。あ？ひどいやつだよね、私って。で、千里お嬢様はどういう答えがお望みなんだ？建前ではいいやつ、普段の軽口で言えばどうしようもないやつ、自虐的な気分に浸りたいのなら言葉通りひどいやつって言ってやるが、本音ではどうなのさ。なんかそう言うと思ったよ。訂正。そういうところだけを言うならお前はひどいやつだよ。あ、俺は昔お前が嫌いだった。知ってるよ。過剰にお嬢様っぽく振る舞って、わがまま言いたい放題、そのくせにうじうじ暗くって、まるで自分が世界一の悲劇のお姫様みたいに思ってる。だからいつも慰めとか同情を求めて、その割に疑り深くて誰の言葉にも満足できないやつだった。ひどい言われようだな。でも、お前は変わった。頑張って、努力して。前に進む速度はまだ遅くても、少なくとも、顔を上げられる程度には明るくなった。まあ今みたく、いかにもお嬢様って感じの他力本願なところは、
あんまり変わっていないけどな。じゃあ、今も嫌いってこと？俺がそんな博愛主義者に見えるか？嫌な奴が閉店間際に来たら叩き出すに決まってるだろう。お前、俺の何を見ていた？めちゃくちゃに自信過剰で、自分が正義だと信じている傲慢なところかな。なあ、佐伯。あんまり自虐的になって楽をするなよ。意味わかんない。自虐的のどこが楽なのさ。そりゃ自分を責めるのは簡単だからさ。相手を責めるとなるとその理由を説明しなきゃならんのだから。ま、あんまり難しく考えすぎるなよ。それに今のお前には昔にはなかったいいところがあるだろ。何？つける薬が見つからないくらい最強におバカなところだ。それは全然褒めてないね。だいたい悪いかもと思って後ろめたく行動するから悪く感じるんだ。不安ってのは簡単に相手に伝わるからな。だから、どんな時でも、正しいと自信を持っていけ。少なくとも、自分が信じていないものを誰かに信じさせるのは詐欺だろ？たとえそれが間違っていても、誰かに注意されてから直せばいい。で、以前のことは忘れて、新しくなった正義を信じて突き進む。そうなるためには、多少おバカでなきゃ、だろ？なんか、むちゃくちゃな論理だよ。それにしても先輩は、どうしてこう自信満々なのかな？その秘訣ってのを、ぜひご伝授願いたいところだよ。そりゃま、惚れた相手が、大前自弱な自信家が好き、なんて言うからじゃないか。それに向けて日々努力した結果だ。え？まだ諦めてなかったの？あの時きっぱりはっきり慎んでお断りしたでしょうが。それでもこの店に来るってのはまだ見込みがあるってことだと信じているわけだ。おかしくないだろ。何言ってんだか。ここに来るのは無料だからだよ。出なきゃこんな汚い店、一人でなんか来るもんか。でもま、久しぶりに聞いたな。守さん。うぐ、しまった。